お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今日の動画はですね、こちらに映っているゲージ、レインフォレストタンクの45、45、60だったかな。そちらの、まあ比較的大きなサイズのゲージで、カエルをね、たくさん飼ってます。で、この中にいるのが、下の、あの辺に座ってるやつ、あれがイエアメガエルですね。イエアメガエルと、あとは、モリアオガエルたちですね。まあ、モリアオガエルでうちに残してる子たちを今この中に入れてるんですけれども、まあ結構ね、柄の綺麗な子たちでね、今この子たちみんなというか特にこの2匹下見てると思うんですけど、こいつとか特にね、この子とか下をねじーっと見てると思うんですけど、これ何してるかというと、さっきね餌をばらまいたんですよ。多分、あ、いたこの辺とかね、コオロギが止まってるんですよね。で、それをおそらくこいつは狙っていると。おお、降りた。ああ、食べたんだ。まさに今ちょっと見えなかった、早すぎて。はい、こちらのモリアオガエルはね、ワイルド個体で、模様が結構ね丸っこくついてる子なんですよね。餌結構あげてるんですけどね、そんなに太らないですね。で、その下にいる子の子は全然関係ないイヤメガエルですね。で、おお、この子何狙ってんだろう。これはうちで生まれたモリアオガエル。さっきのお見せしたワイルドの子と比べたら、模様がだいぶね、細かに乱れて、なかなかね、柄の面積が多いモリアオガエルになります。下にもう一匹ね、踏みつぶされちゃってるんですけど、もう一匹いるんですよね。で、奥のこちらの個体、こちらの個体はね、ワイルド個体ですね。うちで生まれた子じゃないんですけど、このスポットがすごいこう明るいオレンジというか、これいわゆるゴールドスポットって言われるタイプのモリアオガエルなんですけど、かなりね、明るいオレンジ色の模様で結構ね、綺麗な個体です。この子はオスですね。で、うちで生まれた子で入れてるこの子はメス。柄はすごいよ、かなりね。で、こっちにひっついてるこの子はオスかな。モリアオガエルの。これ、なんか、違う種類のカエル同士が仲良くね。はい。でも多分ワイルドはね、触ると嫌がるんですよね。おそらく。ほら、すぐ嫌がる。で、これはイヤメちゃん。イヤメちゃんね、多分ね、ちょっと色今日は暗いね。うわー、お前なんか汚らしい顔してんな。なんか周り汚れがいっぱいついちゃってるよ、あんた。はい、飛んできましたが、で、今日はね、何をしたいかというと、まあ、見てもらったら分かる通り、まあ汚いんだよね。で、これ樹状性のカエルはもうしょうがないんですけど、やっぱ止まったままうんちしちゃったり、クレステッド月光とか、ヘラオヤモリとかと一緒ですね。止まったまんまうんちするんで、まあね、霧吹きとかで落としてはいるものの、やっぱこうガラス面に結構ついちゃったり。で、あと水もね、今日水替えの日なんですけど、やっぱ大型のカエルはね、植物も結構なぎ倒しちゃうし、そう、葉っぱもやっぱちぎれるんすよね。でかいから、この子たち。そう。でかいんすよ。で、この下の水もね、ちょっとだいぶ汚れても3日ぐらいかな。だって汚れてるんで、今日水もね全部抜いて、綺麗にしてあげたいと思います。なんか満足そうな顔してる。いやー、でもイヤメっぽくなったね、顔つきが。目の上のあのたるんでる感じとかね、この辺ね、この辺とかイヤメっぽくなったなーと思って、この目のこの上のところ、腕とか立派ですね。あと、さっきからお見せしてるこの子ね、ちょっとこっち来てくんねえから。この子マジ綺麗ですよ。どうしたどうした、収まりついた。この子ね、うちで生まれた子なんですけど、めっちゃ綺麗。すごいよね。これぞザ・モリアオガエルって感じ。マジで綺麗だな。おお、上がってくれ。手離すよ。ちょっと。おい。
上がってくれ。そうそうそう。じゃあ今からね、水を変えていきたいと思います。水替えはめっちゃ簡単で、ちょうどこの時期ね、売ってるの見かけるんじゃないですかね。ストーブ、給油用のこのなんか吸い上げるやつですね。このこうなんかガボガボして、これでもう普通に下バケツ用意して、これで吸ってあげるだけです。もう本当にこれだけ。本当はね、排水機構とかつけちゃって、もうなんか線ひねるだけで自動的に水が流れるとかにしてあげちゃった方が楽っちゃ楽なんですけど、まあこのぐらいのね水量ですし、わざわざねそこまで加工しなくても、もうものの20分とか、20分かかないね、ものの10分ぐらいで水替えは終わっちゃうんで、さーっと水抜いて新しい水を入れてあげて、でまた水抜いて新しい水を入れてあげても、まあ2から3回ぐらいね繰り返してあげたら結構ね綺麗に、まあ、それを毎週毎週2から3回ぐらい、結構隙間時間でやっておくって感じですね。で今度はね、壁にこびりついた糞とかをね、これなんかねアクアリウム用のやつなんですけど、まあ、ADA が出しているこれコケ取り用、先にカッターの刃みたいなのがついてるんですけど、これで、この霧吹きをね、使って壁面をね濡らしながら、このカッターの刃みたいなもので削り取っていきます。ちょっとね、ちょっと強めにかけて抜いたら、下からこんな感じで削っていきます。基本的に普段から霧吹きで、まんべんなくね掲示内を濡らして水で汚れを下に落としているという、そういったやり方で飼ってるんで、そんな神経質にきれいにしなくてもね良いかなと思います。まあ、あとはね、下にこうやって落ちてるね葉っぱとかそういったものはもうピンセットでつまんで捨ててあげたらね、あと結構ねこのぐらいのサイズのカエルになると糞もだいぶでかいんで、もうつまんで取れるやつはねつまんで取って捨てちゃってください。もうそれまめにやるだけでもだいぶ変わると思います。葉っぱが本当にねでかいから、葉っぱがね持たないんだよね、葉っぱが折れちゃったりして、カエルたちのサイズがでかいから。よいしょ、ごめんよ、大丈夫かな。あ、奥もちょっと、うん、まあこんな感じかな。気になるところは全部一旦もう洗い落とす。わお、こうやってねメンテナンスしてるとね、カエルが飛びついて遊びに来たりするんですよ。もうびっくりするからやめてほしいんですけどね。でもろもろのちょっと汚れをね水に流すために、結構多めに水を上からザバッと、こんな感じでちょっと大洪水っぽくねなっちゃってますけど、入り口の部分に乗っかってた汚れとかも水でこっち側に流れてくるんで、全部これでね、よいしょ、ちょっと植物こいて、ちょっと一旦水浸しにして、まあ、表面の気になる汚れとかちょっと適当に手前に引っ張ってきたりとかねして、で、もう一回これ全部ね水を吸水して捨てていきます。まあ水抜くときにゴミをね一緒に吸い取るようなイメージで取ってあげるって感じ。まあ、これをだいたいね週に3回ぐらいやってあげたら、まあ、基本的にね、なんかトラブルも特になく順調にね育ってくれるような気がします。感染症とかねそういうのが起きづらくなる。やっぱ週1ぐらいの水替えだとね少なすぎるんで、週1、2ぐらいと週3ぐらいある方がやっぱ一番安全ですね。で入水して、はい、で植物を元の場所に、結構ね上に乗っけてあげたりしてるんですけど、もう直接ね落としちゃって水吸ってもらってとかっていうのもしてます。まあポトスなんでね結構根腐れとかはしづらい丈夫な種類の植物なんで、まあ、直接沈めちゃってこんな感じでやってますね最近は。よし、はい、ということで本日はね森青ガエルやアメガエルが入っているこちらの飼育環境の水替えの方法について皆様にご紹介しました。しばらく DM コメント欄、あとは
質問箱がどうやって水変えてるんですかっていうのがね、質問結構来ていて、今までずっと無視し続けていたので、さすがにちょっと回答しないといけないかと思ったので動画を作らせてもらいました。カエルの飼育やっぱり水が命なので、水替えまめにねしてあげてください。ということで本日の動画はこれで終わりたいと思います。この動画が良かったと思う方はぜひね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。